俺も寝れなくて、お前のゴール見てた。そりゃ寝られないよな、こんなの決めたら。ストライカーとして最高の瞬間だろ。俺にもあったんだ、自分のゴールに酔いしれて眠れない夜とか、世界一のストライカーを夢見てた時は、俺は夢を諦める理由を探しにブルーロックに来た。お前に俺の何がわかんだよ。